これようやく届いたんで、ちょっと紹介したいと思うんですけど、これ、ウルティメイトっていうアンプスタンドなんですね。ギターとかベースのアンプを乗っけるためのスタンド。で、これがケーニヒ&マイヤーというメーカーのブームですね。ここにくっつける、ちょっと拡張するもの。で、それを取り付けるための、この変換ネジがちょっといるんですけど、これが一体どういうものなのか、ちょっと組み立ててみたいと思います。で、ここでロック。これで足が固定されるんですね。で、好きな長さにして止めると。で、この変換ネジ。で、この変換ネジをちょっとつけて。で、ここめる。こんな感じ。で、この柄の部分、見えてるのかな？柄の部分が、こっちに向く方がちょっと都合がいいんで、ここの金具を緩めて、この辺にしといて、ここで締められるんですね。で、固定ができます。ここの緩みはここで止められると。こんな感じ。ということで、こんな感じで、今セッティングが終わったんですが、ここに、アンプが乗っかって、重みで、どっしり固定されると。で、ここの先端に、マイクがつくんですね。ここに。では、ちょっと実際にアンプも出してきました。これ AER っていうアコースティックギター用のアンプで、普段僕がコンサートで、必要な時にはこれ使ってるんですけど、で、コンサートの時にこのロードの NT6 っていうちっちゃい、コンデンサーマイクをこいつにつないで、で、これ、グースネックっていうんですけど、この NT6 用の、こう、ぐにゃーっと曲がる首の部分、これをつないで、今まで運用してたんですが、こうやって床に直置きでアンプを置くとですね、例えば大きいホール、とかコンサートホールとかでもしこれを使うときに、すごく床に設置してるもんだから、床が振動するんですね。だから低音がすごくぼやけるっていうか、響きすぎるんで、で、ここの足、ここに乗っけてやれば、こんな感じで、乗っけてやれば、こう浮いてるので、振動がもっともっとクリアに、響く。ということで、ちょっと買ってみました、こいつ。これね、このスタンド。次、ちょっと来月コンサートあるんですが、これで実際にやってみようかなとか思ってます。ホールとかの場合は、すごく響くんで、これあると多分、くっきり客席で聞こえてくると思うんですけど、ライブハウスとか、そ
そうですね、スタジオとかはもともと響きがあんまりしないデッドな作りになってるんで、まあまあ別になくてもいいのかなとも思うんですけど、響きすぎるところでは多分活躍しそうです。ちょっと実際にマイクも一回つないでみます。はい、ちょっと設置してみました。まずこれが、ピンボケしてる。これがマイク。NT6 のマイク部分で、ここの部分がグースネック。で、このグースネックは別売りなんですよね。NT6 買って、後で買わないといけないですけど、これあると非常に便利です。こうやって角度変えたり、傾きも変えれるし、すごい取り回しが良くなります。で、こんな感じ。ちょっとね、今、ちょっと押したんですけど、軽く。そうすると、ここが浮くんですよ。この足と、このアンプの接地点が。これだとちょっと不安定なので、こうやりたいんですよね。こうやって使いたいんですが、結構こう、グラグラしちゃうので、ここに、ここの、パイプと支柱とこのアンプの裏面の間、だいたい指2本分ぐらいここ隙間あるんで、例えば100均とかでドアストッパー買ってきて、で、ここにはめれば解決しそうですね。こんだけ動いちゃうんですよ。それと1個今設置してみて問題点があったんですが、コンセントのここ差し込み口と、ここの足ですね。この三脚の足が、ここ今ギリギリ空いてるんですけど、あんまりアンプ自身をこう左に寄せちゃうと当たっちゃうと。だからコンセントが傷みやすいので、だからちょっと右寄りにアンプを置かないといけないですね。あ、今ちょっとここ乗ってないですね。これだとちょっと不安定ですね。倒れはしないんですけど、ちょっと乗っけますね。今乗っけました。ここね。で、コンセントのここ見てみると、ギリギリですね。これならセーフなんですが、ちょっと不安な場合は、ここに、板をベニヤ板でも何でもボーンと置けば、で、それの上にこいつを乗っければいいですね。要はちょっと下敷きを用意すればより安定すると思います。ただまあギリギリなんか設置できそうな感じなんで、このままでも問題はなさそうですけどね。ちょっと実際にじゃあ音出してみますね。どんな感じか。まずは、マイクとかアンプはオフの状態、生音で弾いてみると、
ことで、ちょっと微調整がいりそうですね。ドアストッパー買ったりとか、まあ、それだけかな。ここに挟んで完全に安定させる。はい。いつも、ここに座って、で、自分よりもちょっと前にアンプ置いて、コンサートでは弾くんですけど、本当は自分の後ろに置きたいんですけど、そうしたらこうスピーカーアンプからの音がマイクに入っちゃってハウリングしちゃうんで、この位置でいつもやってます。ホールとかで弾くときは結局ホールのその響きとか残響とかそういうのを聞いて演奏していくので、別にその返しのモニタースピーカーとかはいらないんですね、僕の場合は。ライブハウスとかバンドとかで演奏する場合はちょっと返しがないと難しいかもしれないですけど、クラシックのコンサートとかではおそらく自分よりも前にアンプがあってもあんまり影響ないです。そこまで爆音で鳴らさないんで。なのでこれで今後ちょっとやっていこうかなと思います。前まではこんなよっこいつですね。この、全く同じ、この、これも K&M の、マイクスタンド。これをコンサート会場まで持って行って、これ結構重いんですけどね。はい。まあ、重いからいいんですけど、グラグラしないんで。これを持って行って、で、さっきの NT6、ここに、グースネックで、つないで、やってたんですけど、まあ、重さ的には、まあ、こっちのシステムの方が軽いですね。で、さらに、アンプが宙に浮いてくれるんで、より音がクリアになるんじゃないかな、と。ということです。この、何スタンドとか、この使ってる一式は、概要欄に一応ブログのリンク貼っとくので、興味ある人はチェックしてみてください。